田翔吾です。今回白信千葉オープンの、3回戦になりますね。対戦相手の方はフィジングのフラットのストロークがとても上手い方で、結構打ち方とかも伊達公子さんに似てて、本当にテンポが速く低いボールを打っていく選手なので、タイプ的には僕とちょっと似てるんじゃないかなと思います。懸念点は僕が同じ日に、3セットマッチ、これ2試合目 でフルセットやっちゃってて、でコートの気温も40度超えてるので熱中症にならないかっていうところが心配な点と、相手の低いボールにやっぱ状態が上がってくると低いボールに対して引っ掛けちゃうので、それでボールがシャンクしないようにできるかどうかっていうところが課題になってくるかなと思います。逆にその低いボールにはまんなければ、こう相手の時間を奪ってライジングでパパーンって返して逆にカウンターできるので、そこができるかどうかかなと思ってます。Thank you.
Thank you.
無理。
大丈夫、全然やばい、大丈夫。